おはようございます。ラブサーフの西井です。はい、今日は第34回サザンカリフォルニアジャパニーズサーフコンテストに来ています。このコンテストですね、34回続いてて、今回トラスズのチャーチというポイントですね、ポイントブレイクで今開催スタート今しました。ゴールドスポンサーがラブサーフ、これバーチャンソースですよね。あとシルバースポンサー、これがね札幌、バンザイ、ポカリスエット、まあ、あとねここね楽天だったりね、いろんなねこうねいろいろありますよね。これね見てください、こんな感じでねます。はい、ここにスケジュールがあるんですけれども、7時からずっと5時までですね、4クロスがあって、マスタークラス、レジェンドクラス、メインクラスいっぱいありますね。ここにヒートがずっとあります。ここがホームですね。おはよう、おはようございます。おはようございます。ニシプロの笑顔を見て僕も今日一日元気になりました。これとカリフォルニアツインですね。まさきさん結構このモデルを気に入っていろんな本数持ってます。ペリカンの前が目の前で朝のファーストヒートに向かうところです。ペリカンの前、はい、まさきさん頑張ってください。はい、さあステップ。はい、これはですね、Kとショーのお父さん小林まさきさんですね。今回の大会の主催者でもあります。カリフォルニアにですね、30年以上ももう住んでいて、ここのトラスズのローカルサーファーとしてですね、皆さんね、ご存知かと思うんですけれどもね、まさきさんがですね、いろんなこの大会をするのに、いろんな日々ね、活動をしてくれていてね、僕もね、カリフォルニアにいるときはね、一緒に毎日のようにサーフィンさせてもらっていて、もうサーフィンが大好きで、その辺のね、尊敬、そのサーフィンが大好きな姿勢だったりとかっていうのはね、僕もね、尊敬しているサーファーの一人でもあります。僕のヒートなんですけど、8時45分からレジェンドのオーバー50歳ですね、ラウンド1、ヒート2ですね、15分ヒートでこれやるみたいなんですよ。でその後に僕がなんとですね、メンズのラウンド1、40歳以下のクラスですね、ここにうちのチームライダーの岡野蓮が NSSA のコンテストで勝ち上がってて、こっちのコンテスト会場には来れないということなので、ちょっとねここに来る入ることになりました。ちょっとね頑張ってみたいと思います。これはショーですね、 K のお兄さん、ショー小林。彼はですね、今現在30歳になったかな、この大会もうジャッジをしながら楽しんでました。もうねやっぱね、もプロサーファーなだけあってめちゃくちゃうまいんですよ。ねちょっとね見てもらうとね、体型ね昔のショーに比べるとかなりね太っちゃったんですけど、こんなにクイックに、お、あれなんか今テールスライドしてましたよね。でね、これね乗ってるボードなんですけど、彼この時に、ね、ブラックシープ、うん、ブラックシープのボード乗ってましたね。このボードは何かな、また違うボード乗ってますけど、ブラックシープのダウンドノーズフィッシュ96ですね、ブラックシープビルド、それに乗ってましたね。それが調子いいみたいです。うん、このボードは多分ラウンド1で乗ってたボードですね、レトロトリッパーかな。トレーナーのですねユキさんが K の体をケアしてます。K の専属トレーナーですね。ありがとうございます。 K の気持ちよさそうな顔見てくださいこれ股関節が大切なんですか、この腰のあたりって、はい、可動範囲はなるべく開けた方がいいです。これ可動範囲が広がるわけですね。怪我の予防にもなります。俺もやってもらおうかな、これ。はい、怪我終わったらお願いします。ここはですねポカリスエットタダでもらえる、すごいですね。選手のボードがいっぱい並んでます。ここは、K のスポンサーバーチャンソース、はい、バーチャンソース The best sauce in the world これなんかもらえるみたいですね。サーフボード当たっちゃいますよ。サーフボードが当たるんですね。これ何やると当たるのかな、サーフボード。これスキャンすれば、ケミストリー当たるらしいです。いろんなイベントやってます。はい、こちらはロストサーフボードの
チームライダーでもあり、ラブサーフのチームライダーでもあるK小林のスーパーライディングを抜粋してこちらの方にね今ね見てもらってるんですけど、まあ、やっぱりね彼ねもうレベルが違いますよね。今のもうトップのカービングなんかもすごかったですね。おお、うん、もうね彼ねもうなんていうんですかね、生き生きとしたサーフィンしてましたねこの日もね。うん、いいですね。トップからボートムにもう早いですね動きがね。で乗ってたボードはブラックシープビルドのラウンドノーズフィッシュですね。結構 K はこのボードを気に入っていて、おおすごいエアした。うん、もうあのやっぱり波のこう弱い部分とかで、波の力の弱い部分ですよね、そういうところでスピードが死なないんですよねこのボードも。やっぱりボードのサーフボードってあのフレックスが大切なので、ここも飛んだ、おすごいですよね今の。多分ねなんか確かね10ポイントライディング出してたかなこの日は。うん、さあ行きますよ。テイクオフもね早いですよね。こっからスピードがもうこれまたカットバックしますよ。ほら、うわー、うん、あれがねすごいですよね。このまたボードこうやってスープの下もどん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 抜けてっちゃって、どんどんここもカメラマンが追いついてないぐらいですもんね。これ、うわー、またあんなところでエアできるなんてね。まあ K のテクニックもすごいですけど、このボードがねヘルプしてくれてるんですよね。これ、ね、また K がこれちょっと風が入った波ですけど。カットバックして、お後ろにあの当ててるところもねすごいですよね。スプレーがねちゃんとね出てますからね、ホワイトウォーターに当ててるところも。これもレイバックで決めた。いやー K うまいですねやっぱりね。まあ当たり前なんですけど、この日はね K ね本当ファイナルでなんかねいい波に、ね、乗れなかったんですよ。それでねあの準優勝だったんですけど、まあすごいですよねこれ。もうエナジーがありますよねサーフィンに。お決まりました、上がってきてますね。これです、このボードです。ラウンドノーズフィッシュ96のブラックシープビルド、これ来年の春にまた入荷してきますのでお楽しみにしていてください。ここがですね、サザンカリフォルニアジャパニーズサーフコンテストの本部ですね。いつ来るかなも来てますね。 K もジャッジしてます。アンダー14ファイナリスト、いやいやバンザイバーガー、ノーライドですね。ノーライドマークさんたちがね、マサイボーのみんなはこれ作ってくれてます。ついにレジェンドヒートのファイナルが始まります。これでちょっとフーワックスを塗ってボードはこれですね、ラウンドオーブル96のダブルダブル。じゃあ行ってきます。今こちらにご覧になっていただいているのは今回の大会での西井のライディングです。はい、ずっとですねこのヒートカーボンの板を使ってました。これね海から上がってくるところなんですけども、うね足がねもうヨロヨロになってパンパンになって、まあサーフィンのコンテスト僕ねこの年に1回この大会に出るぐらいなんですけど、まあ15分でいっぱいね波にね乗らなきゃいけないので大変でした。もう正直15分ねヒートが終わるともう足もつりそうになってるし、心臓もバクバクいって息も上がっちゃってるし、もうね結構おっさんにはね結構ねサーフィンのコンテスト15分でいっぱい波に乗るってのはきついですね。はい、これねラウンドノーズフィッシュ96のカーボンのボード、ビュン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 スピードが出てっているのがわかると思います。特にねもう本当にねこのボードだからこそスプリングバックって言ってブヨンビヨン跳ねてると思うんですよね。ブルブルンブルブルンってなってると思うんですよボードが。このねカーボンボード独特のね柔らかさとスプリングバックしてターンがビュンビュン伸びてくれる、もう本当スピードが落ちないですよねこういうところでもね。
本当にいい板ですこの板、はい、でこの大会僕の方はレジェンドクラス50歳以上のクラスにもね出てたんですけど、そっちがねメインで出てたんですよ。でその下のメンクラスっていうクラスにもね出てたんですけど、そのクラスもねどん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 ね試合練習のために入ってたんですけれど、もうね疲れちゃって、途中で実はねクォーターファイナルまで勝ち上がってたんですよ。だけどもうそれ以上続けちゃうとセミファイナルがヒートが重なったり続けてやらなきゃいけなくなったり、レジェンドクラスとですよね、そんな状況になってもうね足がパンパンで疲れちゃうので途中でね棄権しました。勝ち上がってたんですけどクォーターファイナルで、ね、棄権しました。でレジェンドクラスの方でですね、僕ね去年ね優勝できずに3位だったんですよ。それでねどうしてもね今年はね優勝したかったので、それにフォーカスしてレジェンドクラスのみでサーフィンすることにしたんですね。でそれでですね、まあ、見事ね優勝することができたんですけど、まあ他のねクラスでちょっとね練習することもサーフィンして練習することもできたので、それも良かったかなと思います。もうねこのボードめっちゃ調子いいですよ。本当にボヨンボヨン跳ねてくんで、こういう波の弱いところでどんどんスピード出てくるんで、ここのカーブとかもねこの後にスピードが出るんですよ。こうピュッて止まったかなと思った後にボードがツンツンツンビュンビュンツンって伸びてって、うん、今のねリップなんかもう本当にね簡単に板がこっちに跳ね返ってくるんですよね。もう本当素晴らしい板です。第2位が僅差ですけどね、地元市川第2位、そして優勝、コーチに優勝、コーチに失敗もいただきます。さすがですよ。大丈夫ですか？写真が多いですか？